おはようございます。おはようございます。いいの土屋まさやのガイです。ナミちゃんです。本日はですね、放流から約1週間経った桂川の方に来ています。今ちょっとこのカメラに映ってるの2人なんですけれども、ちょっといいですか、カメラマンさん。コイキング。はい、今日はコイキングさんを一人じゃった。やった一緒にいます。はい、今日はこの一人だったもん。今日はこの、3人で桂川町をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、本日はですね、3人いるってことで、はい、ちょっとみんな違った釣り方で、そうです、ちょっとこの後皆さんご期待ください。ちなみにガメちゃんは何で釣るんですか？私はね、今日はね、延竿で餌釣りをやります。はい、僕の方はまあ毎度おなじみですけど、フェザーで川を攻略したいなと思うんですけど、渓流フェザー。カイ君は何使うんですか？僕はいつも通りルアーでやらせていただきます。じゃあ3人3者3用の、はい、釣り方ですね。パターンが全部違うので、ね、まあとりあえずみんなね、1匹ずつまずで目標にして、でまだねちょっと寒いね、気温がね今ね2度、水温もかなり低そうなんでちょっと朝はねまだ日も出てないんでどうなるかわかんないですけど、頑張りますか。はい、行きましょう。いいの？釣っちゃいますよ。はい、じゃあ。一枚は。はいはいはい。見えるはい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 、スリットっていうか、はい、ここが暗くなってる。ああ、要はこういうところとか、そういうところに、ああ、潜り込んでる。普通にいるんですよ、こういうところ。普通にいるっていう衝撃。なるほどなるほど、全然考え方が違うな、やっぱ。もっと奥で言います。なるほどね。あそこの放水ポイントの左側が緩いじゃないですか。ああいうところ。あー、なるほどなるほど。だし、なるほどなるほど。はい、ダートフェザーの3g で、まあ要は下に潜ってくれやすい、流れがあって、さっきのやつも同じ 3g なんですけど、水の抵抗を受けやすくて流されちゃってるなと思って。はい、来た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 、よっしゃ、あっよっしゃ、あっよっしゃ、あっ、悔しい。うーわー、やっちゃった。ニジマスでした、ニジマスでした。いや、どう、そうですね、でもこの辺通してたら急に来たっす。いや、やってねえっす、バラしたっす。やったじゃんって、なんかあたかも釣ったかのように。うわー、マジか、最後ロッド上げちゃったんだよな。推しキング、いいじゃんいいじゃん、来たじゃん。何でも釣れるっすね。渓流フェザー、お、パイオニア。
急に深くなっちゃった。来た。よいしょ。うらっ。おう。うわうわうわ。頑張れ。よし。あっち行った。でかい。よし。あ、来た。でけえ。携帯壊れてない、大丈夫。携帯大丈夫。あの流れの中で。腕パンパン。あ、ありがとうございます。このシーンの間の情報が多すぎてどうしよう。俺はここでずっこけて流されて、だからこのシーンの間に情報量が多すぎる。でけえ。はい、海君がいいな。来ちゃいましたよ。はい、はい。はい、海君ナイス、逆光ナイス。びちょびちょ。いや、こっちだけびちょびちょ。あー、じゃあここは濡れてない。もうなんか分かりやすく、こっからこっちは乾いてて、こっから上が入ってない。水上が入りました。なんか浸水してる。あ、完全に見た。海君、ここに溺れてたからね。それで、溺れてたというか、腕でこうやって泳いで、腕でこうやってあ、やばいな来たね、よかった。ちっちゃい。とりあえず一匹。ちっちゃいけど一匹。見ます。ミミズ。はい、もう俺大物かと思っちゃったのにな。うい、じゃあありがとう。いやあ、と濃い先輩だ。これから頑張ろう。いる？こいつあの辺狙ってみ。なんか、あ？でかいのいるって。あのもう最後の何だよ、背尻っつうのまで落としちゃって、ここちょっと深い。ちっちゃい。
イエーイ。うい。サンキュー。いた？食わない。カイ君写真撮ってくるんや。あとちょっと寄れば落ちるかも落ちるかも落ちる。どいてどいて。やばい。うお行くな。わかんねえ。残念でしたが、お疲れした。本当残念でしたね。まあでもね、かけたもんね、今日ね。それしかなかったんですよ、ね。でも惜しいのもあったね、あそこでもちょっと口使ったりもね。そうなんです。だから、やっぱフェザーを使うっていう意味でも、その流れがあるとか、そういう川の釣り方っていうのをしっかり勉強しないといけないのかな、なんて。いろいろね、模索しながらだね。すごい難しいですね、やっぱこういう川は。うん、今シーズンね、またちょっと。渓流フェザーっていうのはね、渓流でフェザーは使えるんだよっていうのはちょっとこうやってみたい。じゃあ今後も引き続きお願いします。了解です。はい、じゃあガイ君はまさかのデカマスでしっかりかけてくれたということで。かけましたよ、デカマス。そうだね、まあミノはねやっぱりコンスタントにね、はい、出たね。さっきもここでヤマメも出たし、あとは餌釣りもやっぱり無難にいい形で出てくれたんで、まあ今日はこんな感じのまったり強行でした。はい、今日もいいの？釣っちゃいましたよ。はい、じゃあお疲れした。ありがとうございました。